右のストレート先頭の右があります。あ、今自分で蹴りましたがバランスを崩しました。それだけ疲れています。右のボディです。パンチも弱くなってきたティリオ。あ、これはレコチャンスですね。レコがチャンスを迎えています。右のハイキック、左のボディからフックを見せました。セファン、そしてティリオ。さあここはブレイク、疲れましたフィリオ、疲れたフィリオ、この表情です。さあ残りが1分、仕事のカメラダメですね。さあどちらが手数が出るか、左のボディ、そしてミッドアッパー、これが強烈です。ヤンキー系大というステファンデコの表情です。稲妻が走っています。ステファンデコ4年連続のベスト8となるか。そして世界を、もう一度世界を目指すフランシスコ・フィリオ、極真魂はスリップ、切り寄ってるから。どうですか、ちょっと2人が切れましたね。さあ残り30です。ブリッジで5枚に出ます。ブリッジで5枚に出る。さあ KO で仕留めることができるか。うん、左当たります。ガードが甘くなってきたフィリオ。さあ最後の魂、残り時間がない。膝を見せて右のストレート、さあこのラウンドフィリオ苦しい。第3ラウンドフィリオが苦しい。最後は手数を出すが、しかしレコがついた、最後がついた。第2ラウンドはステファン・ブリッツ・レコ、最終ラウンドを取られましたね。第3ラウンドはステファン・レコが取りましたか。さあこれで判定になります。微妙ですね、1ラウンド目をフィリオ選手取ったかもしれないですけど。そうですね、さあ勝ったのはゴールデングローリーか、それとも極真か。バックハンドブローも見せました。本当にステファン・デコがこれ最後ですけれども、最後フィリオも手数が出たんですが、この右、そして膝が崩れそうな瞬間がありました。レコ気持ち強いですよ ね、でね、この3ラウンドはやっぱスピードがね、あのレコ選手スピードで圧倒しましたね。なるほど、最軽量 96.8 キロというステファン・ブリッツ・レコ、自分の持ち味はスピード、そのスピードで3ラウンドを撹乱しました。さあ判定になります。ジャッジ中川圭介30対28、青ステファン・レコ2ポイント差でステファン・ブリッツ・レコ半分に K1 に復帰した今年の7月、マイク・ベルナルと戦って、これで僕はもう一度 K1 で戦う自信がついたと話していたフランシスコ・フィリオですが、しかしここで夢破れます。ああ今家族の元へ行きました。奥さんのカチアさん、そして長女のクリステルさん、次女のキンバリーちゃんが見つめていました。そして磯部師範と握手を交わします。悔しいですね、その目に輝きはもうありません。フランシスコ・フィリオ、ステファン・ブリッツ・レコには輝きがあります。12月の東京ドーム、さあ実力を蓄えて12月の東京ドームで頂点に上り詰めるか。ステファン・ブリッツ・レコ、フランシスコ・フィリオを破って東京ドーム進出です。